はい、サイワイドワイドワイド。はい、皆さんこんばんは。今日は、5月の3日、3日ですね。ゴールデンウィークです。5月3日月曜日、時刻は午後7時を回りました。伊波大使の闘牛列伝のお時間です。さあ、この番組は沖縄伝統の文化である闘牛牛折ら制について語っていく闘牛情報番組となっています。パーソナリティは沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー伊波大使です。よろしくお願いします。そして、はい、スタジオにはこの方ですよ。はいはい、ゴールデンウィークどうお過ごしでしょうか。いったらマストシです。はい、もういつまた徳之島で行ってるんだけどね、ゴールデンウィークはね、ちょっとコロナの影響でね、ちょっと心配でね、今度は沖縄で、はい、だから最後に行ったのが2年前のあれか、全国サミットの以来行ってないですね。でも徳之島の方では、今日も闘牛が盛り上がって、あとは、おとといか、軽量級のタイトルマッチも行われました。で、沖縄では昨日、はい、もうゴールデンウィークの恒例となっております、ゴールデンウィークよかつ闘牛大会、お客さん多かったね。多かったね、やっぱり抽選会があるっていうのをね、目当てで来る方が多かったですね。チケット数枚ぐらいしか残ってなかったってよ。あのね、聞いたらリストバンドがあるじゃん、あれ800注文してたんだけど、800全部残ったって。ああ、でしょ、だからリストバンド足りてないわけよ、だからチケットもうおそらく1000とかでしょ。でファミリー層が多いなと思って、あれぶっちゃけよ、俺たちってあれさ、闘牛をもうずっと見続けてるから、対戦表見たら、大体どれぐらい入るなって予想できるさ、わかるさ、マジな話、そう昨日のあの対戦カードでは、あれだけお客さん入るわけはないわけよね。主催者には失礼だけどね。でもわかるさ、ちゃんと見てわかるさ。だからあのゴールデンウィークっていうところもあるし、もちろんゴールデンウィークっていう、じゃあ家族でどこ行こうかな、なんか楽しい場所ないかな、今沖縄イベントないしっていうのも一つきっかけだったけど、そうですね、やっぱ抽選会良かったんじゃないかな。まだ抽選会のね、なんていうのかな、商品がね、ユーモアたっぷりなもんね。しかもあれ、豪華景品だからや。あれ受けたの、あれだ、左官定規。左官定規。はい、左官定規。何に使うんですかって、なんかあの、土間とかあの、コンクリート鳴らすやつよっていう。何に使おうば、左官定規6本セット。あれが最初の商品でね、左官定規6本セット。当たった人が結構あの闘牛の大会で最前列で見てた人だよね。最前列で見てたあの人どこ出身、浦添か那覇とかぐらいから来てなかったかな。左官してそうな人だったよね。左官定規で当たった後あれだってよ、もうすぐ後ろの席の人に売ってたからや、放送席から見えるわけよ、なんかやり取りしてるのが。だから左官定規も売ったんですかって言ったら、はいって言うから、左官定規が売れてましたね。あとはね、じゃあバーベキューセットとかね、バーベキューセットよかった、アウトドアセットがね、あれ美味しかったな。あれ当たったらすぐその日でバーベキューだったのに。バーベキューセット当たった人、また俺ちょっとした知り合いなわけよ、あの人福原さんって、その日の当日に午前中電話あったわけさ、しかもちょっとした間違い電話で、ごめん間違ってボタン押してしまったさっていうことで、今日実は闘牛見に行くからさ、久しぶりにと、あの方結構ね、抽選会があると大会に来るわけよ。毎回闘牛見に来るわけではなく、だから父の日とか、抽選会を求めて来たりもするわけさ、今回も抽選会があるからっていうことで来て、アウトドアセット当たってるさ。なんか運があるんだね、なんかね、テントとバーベキューセットとお肉と炭もついて、テーブルなかった、あったかな、あれいいよ、あれいいね、いいいい。で1位が、一等商品が車検無料券さ、車検無料券ね、フルゲンモーターズのあれは令和5年まで、令和5年まで、まあ全然、だから2年後の5月まで使えるから、全然大丈夫さ。はいはいはい、電子レンジやった人もいたね。あ、電子レンジもあったね。ダブリが多かったね。もう勘違いだから、男性チケットと女性チケットの番号が数字が一緒になる時があるわけよ。はい、169番ですって呼んだら2人いるわけよ、なんか会場に、だからそれでごっちゃになってたけど、それで当たったと思って喜んだ人、かわいそうだったね。外国人ね。まさかのエッグ。アメリカの方から基地の人、電子レンジ当たったと思ったら、はい、すみません、この番号じゃなくて、あっちの方の160何番ですみたいなので、あれはちょっとかわいそうだな。でもよかったね。ヒージャーも当たって。またテレビね。大型テレビ。
テレビをね、あの52インチって58 あれ出て玄関からじゃないと見えないでしょ。あれワンルームでは相当持て余すよ。58インチの大型テレビ、うん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 、ヒージャーも2匹もあったし、あとはなんか Bluetooth のヘッドホンもあったし、うん、使い方分かるのかね。あれ意味分かってたかな、よかつの組歩いちゃって。だから俺がもう冗談で、よかつの人って Bluetooth 分かるんですかって言って、あれはナイスだって怒られるよ。や赤嶺さん Bluetooth、 これ赤嶺さんが選んだ商品じゃないでしょうっていうね。また宮城邦治さんがね、空気清浄機、いや宮城先生空気清浄っていうこのところ、女の子が引いたチケット見てみたら名前がはっ宜野湾市大山宮城邦治、おお、あの人だよ。だからでも先生すごいのが、昨日闘牛解説してるさ、うんうん、あれ仕事じゃないからね先生、ボランティアですよっていうの、うんうんうん、ボランティアでやって、うん、普通ギャラもらう立場さ、うんうんうん、ね、2,3 時間喋ってるんだから、うんうん、ギャラももらわずに、うん、寄付して入ってるんだよ。偉いよね。すごいよ、うんうん、自分で大会に寄付してお金出したいし、だからもうそれが、1年分なんていうの報われたんじゃない？そう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 。うん、すごいよあれは。うん、もうまさかのね本部席の人が当たるとかっていうね。いや、おうおう。でもあれはもうちゃんと先生が寄付もして入場料払ってるから賞金もらう権利あるわけよ。うん、そう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 。うん、もう俺も一番前で待ってたのに何またなんすかね。ね、いやー、まあ、抽選会も盛り上がりましたね。え、まあ東京大会もね、まあ最短タイムが56秒とかね。昨日の闘牛はね、あのね、うん、拍手の置き方で、うんうん、あ、今日闘牛初心者がどれぐらいになって分かるね、うんうんうん、普通だったら起きないようなところで拍手が、うんうんうん、起きたりするわけよ、うんうん、あれこの試合で拍手するって普段見てない人たちだろうなっていうのが、そう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 、俺たちだったらもう少し戦ってほしかったなっていうのあるさね、うんうんうん、でもお客さんはちゃんとこういったわずか数秒で終わった試合に対しても、そうそうそう、おーっていう拍手、うん、やっぱり見てほしいよね、初心者っていうか、うん、この観光客っていうか、うん、まだ見たことないっていう人に見てもらって、うん、やっぱり闘牛ってどういうものなのっていうことをね、やっぱり説明できないさ、わったかの、はい、どんなですかって聞かれてもね、まず見てくださいって言うさね、でなるべく大きい大会から見てくださいっていう人たちはね、そう、うんうん、あのビッグ大会から、うん、それ考えたらこれ昨日あれ対戦タイムすごいなこれ。プログラムだけの秒数見たらこれとんでもないタイムばっかりだよ。あ、違うな、4番線が13秒か。まず神風パンダ長藤畜さんが1分11でしょ、うん、で9番線不戦勝、うん、ゴズ松汁が1分8秒、うん、荒技新湯1分29、うん、流星美流2分2秒、うん、で一番長かった試合が陣那王が2分57、うん、一番長い試合だよ、うん、で前世都外竜都が13秒、うん、抽選会30分、大神神竜56秒、うん、大獣王1分29、うん、破壊王が2分22秒、うん、まあ、うん、抽選会で結構取ってるね、抽選会でね、だからね、でも抽選会だから1時間で終わってるね、うん、うん、絶対終わってるね、1時間半ぐらいか。あ、これ全部足してみたいな。ただなんていうのかな、もう抽選会のある雰囲気で盛り上がったからかな、なんか物足りなさっていうのはそんなになかった感じはするよ、うん、雰囲気的に、うん、大会全体通してイベントとしては楽しめた大会だったようにも思えた、うんうんうん、あと収穫としては、まあ、誰もあってさ、あれこの牛もダメなんじゃないかっていうような牛が復活というのもあったから、うん、そうね、うんうんうん、もう流星美流がびっくりしたのに昨日、あ、流星美流頑張ってたね、流星美流勝ち打ったよ、うん、流星美流本当にまあ戻ってきてるっていうかね、うん、本当に本来の力をね、掛け技を
見せましたからね。だから流星美流は今後、うん、あのヒラーとは相性いいのかもしれない、ヒラーズの。ああそうね、だから武器の牛とはもう今後もう避けた方がいいはず。だから武器のないちょっと平津のとか、うんうんうん、そういうタイプの牛にはあまだまだやっぱ戦う気持ちがあるんだなという感じでしたね、うんうんうん、あとは今後まあ楽しみだったのは強心荒技新雄元のなんだ極真小鉄銀子も、はい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 、が出てきたというのが、ね、うん、今後面白そうですね。でまた破壊王もね、うん、約2年ぶりか2年半ぐらいで2年半かで、まあ、勝利を収めたっていうね。また頑張るかもね。ちょっと、もうちょっとやるのかなと思った、ね。そう、俺も思った、今日。これがちょっと、ちょっと残念だなっていうのは、ね。俺、頑張るかも、うんうん、もう少し頑張ると思ってたわけじゃん。もっとなんか見せ場作るかなと思ってたわけよ。一応2連勝してるし。それがもったいなかったなっていう、まあ、大一番としてはね。あとは、まあ、第10王の復帰戦。はい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 、ちょっと途中危ないなと思う時があったけどおいおい大丈夫か大丈夫かってあったけどはいはいはい、まあ勝利しました。まあ土手際でね、あの、うん、うまく切り返してね、うん、勝利を収めるっていうね、まあ大丈夫らしいっちゃらしい、うんうん、まあ切り方でしたね、切り口でしたね。ただなんかね、完全復活の評価という分にはうんちょっとまだわからない感じはしたね。これが1分29秒。はい、うんうんうん。ゴールデン行くよか、闘牛大会。だからもう来年も5月にはやるはずなので、うん、あとはそこで、また抽選会も今後続けていくのかどうか。そこはね、ちょっと、まあ、まね、やった方がいいと思うけどね、抽選会、ね。クオリティをね、うん、またさらに上げてね、うん、やってもいいんじゃないかなってな。はいはいはい、思うよね。だから今後抽選会で人を集めるのか組み合わせで人を集めるのかっていうそうね、これどっちを取るかですよ確かに抽選会だと初心者は集まってきます。組み合わせとクロートが集まってくるから、確かに。いや、だったら両方力れてほしいね。でも難しいわけよ、あの前頭の前の1週間っていうのは、基本はだから前頭優先で組み合わせが決まるから、うん、そこから動くでしょ、うんうん、だから、どうしても対戦カードいい牛集めるのが難しい状況になってくるわけね、だからもうローカル大会という形でやっていくので、あやっぱなんかゴールデンウィークならではのお祭り大会みたいな感じにしてもいいのかもしれない ね、 ね、はいはいはい、まあ素晴らしい大会でしたね、うん、はい、うん、そしてあそうだ、一旦ここでコマーシャルいきます、はいはい、今日からこの間5月1日土曜日にうちが闘牛モアイしてるんですけど、うん、そのモアイの時に、うん、はい、闘牛ショップ、うん、牛の島、うん、はい、安村正樹が、うん、はい、この番組のスポンサーついてくれるという話になりましたので、おー、はい、ほうほうほう、なんか、CM どんなの流すか考えといてよって言ったんだけど、はい、CM は来週以降になりそうですね。またね、石川のね、ドーナツ屋さんも、うん、新しくやる、参加するっていうね、うん、じゃあそこはドーナツ屋さんはまたね、うん、きちんと話し詰めてから、はい、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はいはいはい、すごいよ、闘牛ショップも徳之島からもタオルの注文もあるから、うん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 、タオル届けるためだけに徳之島にしてよ。あ、うん、マジでマジで、ね、だから金曜日に行ったのかよ、タオルだけ届けて、そこから一泊で帰ってきてたぞ。だから注文があったらギリギリまで作らんといけんさ、うんうん、でなんか佐川とか大和に頼んだら4泊かなんか4日5日かかるって言われたって、うん、じゃあ絶対間に合わんしっていうことで自分で船乗って、届けて大会見ずに帰ってきてた。なんで大会見てこなかったわって言ったら、また沖縄は沖縄で全島大会の納品もあるから、見てから帰ってったんじゃ、はいはい、今度は沖縄の全島のタオルが間に合わないということで、なるほどね、お忙しいです。はい、八幡市の闘牛列伝、今日はじゃあ全島闘牛大会の見どころを紹介していきましょう、この番組はやら闘牛ビデオ、居酒屋牛心、プティフール、おでん大吉、上村酒造、菊原工務店、徳之島、居酒屋いよいよい、そして闘牛ショップ牛の島、各社の提供でお送りしていきます。はいはい。